エルヌは、フランス、奥下にー地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。エルヌは、ルシオン平野に位置し、ケントペルピニャンの南東1 2トルに位置する。町は、海から5キロメートルしか離れておらず、テック川のすぐ北にある。町から海にアクセスすることができる。農村部の人口も希薄な土地を行く狭い川の流れがある。海に達する場所を、ボケルジュテックというが、 ここはかつてテック側の川口だったところである。街自体は小さな丘の上に作られている。この丘は現在テック側の北にあるが、この丘はサンシュプリアンから戦場に連なる丘の一つである。エルヌ駅、エルヌはペルピニャンとコートベルメイユ、そしてスペインへ向かう道路、鉄道、高速道路914号線、そして鉄道のペルピニャンポルト線、 の主要な経由地である。テュイール・サン・シプリアン方面を通る高速道路612号線は、エルヌを横切る。街には、鉄道が乗り入れており、テルがペルピニャンとコートベルメイユ間をつなぐ。ペルピニャンとエルヌの間、アルジュレスシュルメールを呼び、コリウール間で、ある南部の海岸自治体をつなぐのは高速道路914号線である。エルヌという地名には、 起源の異なる三つの地名が関係する。ピレネ、イリベリス、カストルムヘレナエである。三番目のカストルムヘレナエが徐々にエルヌとなった。カストルムヘレナエは、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世の母ヘレナに由来する。サントイコールエイコールサントジュリー、大聖堂大聖堂の回廊を現存する、上壁聖堂期時代後期より人が定住していた。しかし、 紀元前218年にハンニバルがこの地を通過した時、町にはイベリア人がいたのか、それともケルト人の一部であるソルド人の子孫だったのかは定かでない。我々が唯一知っているのは、ガリアの族長たちとハンニバルが交渉を行い、進行方向の北にあるローヌ川へ向かう許しを得たことである。しかしこれは都市間に優劣があったことを示しているわけではない。 領土の境界付近で戦うことなしに、ただ横断する軍勢と段階を踏んで交渉することは正常な行為であった。ローマによる征服後イリベリスはガリアナルボ連死数値の重要な中心都市となった。考古学上の発掘から多くの遺跡が見つかり、ルスキノと同様のルシオンの主要都市であった。都市の繁栄はコンスタンティヌス一世の知性である四世紀まで続いた。 彼の家族もイリベリス日産を保有していた。さらに350年、コンスタンティノス一世の子でカストルムヘレナエに避難していた、コンスタンス一世がマグネンティウスが放った資格によって暗殺されている。事件を記した者によると、彼はキリスト教の教会に逃げ込んだが追い出されたという。350年当時にキリスト教の教会が存在していたこと、都市の名前を後世に カトリック教会に性別された女性を称えるために解明していることの二つは少なくとも4世紀前半のエルヌの町でのキリスト教の伝播の重要な指標として分析される。304年に聖エウラリアが殉教したこと、初期キリスト教の教会に由来する大聖堂がこの聖女に捧げられたことには関連があるのかもしれない。476年にローマ帝国が滅亡した後、 この地域の覇者となったのは西郷都族で彼らが571年に教会の都市を建てたことが証明されている。エルヌは都市の名称を継承し聖職者の特権を得ていた。都市とは本来はローマ帝国の行政単位に与えられた名称だった。一方で同時代の幸いなる競争相手ペルピニャンは町であった。町はその後ヘレナエと呼ばれた。 町の領主は司教だった。旧世紀、我々が、教面にしている、サントイコールエイコールサントジュリー大聖堂が古い、教会と交代して立った。12世紀から13世紀、回廊が建てられ、町の周りを取り囲む城壁が作られ、重要な砦になりつつあった。多くの壁の遺跡が、今も残っている。エルヌの司教たちは、トゥールージュの平野に人を集め、教会会議を開いた。 それは、神の平和運動の間に起きたので、平和会議と呼ばれた。これらの会議は、エルヌ会議、または、トゥールージュ会議として知られている。これらの教会会議の初回は、1027年に、ナルボンヌ司教、ギフレド・セルダーニュが召集したもので、神の急戦概念に、初めて言及した会議である。会議は、その後、トゥールージュの平野で千四十一年と千六十五年に、 開催された。アラゴン王国の都市であったエルヌは、その歴史の間に複数回の攻撃を受けている。アラゴン十字軍時代の1284年、フランス王フィリップ3世の攻撃中に街は、陥落した。フランス軍は大聖堂の扉にまで迫り、住民を虐殺した。14世紀には、アラゴン王ペドロ3世によってエルヌは、包囲されている。 ルイ11世がルシオンを併合すると、エルヌは、フランスに対し反乱を起こし、再び包囲され1474年に陥落した。その後総大将だったベルナトームスは斬首された。しかし、ルシオンのよそと同じく1493年に、エルヌは、アラゴン王国に復帰する。13世紀以降、近郊の都市ペルピニャンの重要性が増していき、エルヌの力に、 かりが見え始めた。エルヌの司教は、より頻繁にペルピニャンに住まうようになり、1602年に、ローマ教皇クレメンス8世は、エルヌ司教のペルピニャン在住を公式に決めた。ただし現在でも、ペルピニャンに住む司教は、エルヌ及びペルピニャン司教である。スイス3院1659年、ピレネー条約によって、ピレネー山脈が国境と定められると、 エルヌを取り巻く城壁が壊され、衰退を特徴付けた。現在残るのは中世の壁の一部とかつて町へ入る入り口であった三つの門である。エルヌはその後、ドウ栽培が主体の小さな農業の町になった。それにもかかわらず、中世のロマネスク様式の建築物を通じて過去の英語を保持し続けた。後にエルヌは経済的に成長し、 人口が増加した。20世紀、エルヌは、コリウールのような芸術の街となった。アリスティド・マイ・ヨールが住んでいたこともある。彼の作品、ポモネは、第二次世界大戦の記念碑である。エティエンヌ・テルスは、ホービズムの画家、アンディ・マティス、アンドレ・ドランとも親しかった画家である。1939年、スペイン内戦が起こり、 フランコ支配のスペインから逃れてきた若い母親を収容するため、バルド城内にスイス参院が創設された。創立者は赤十字に所属するスイス人看護師エリーザベトエーデンベンツで、彼女は対戦中に活動を続け、ユダヤ人の母親もロマの母親も受け入れた。1944年にゲシュタポによって、 閉鎖を命じられるまで600人以上の赤ん坊が秘密裏にここで生まれた。現在のスイス社員は博物館及び図書館となっている。近年高速道路914号線のバイパスが建設されたため町は北へ向かって拡大し住宅地ができた。新しい住宅には若い夫婦が住む例が多く住民の増加と平均年齢の若返りの両方の 要因となっている新たな小学校も建設された。ありがとうございます。